エリノ・アドナヒューはアメリカ合衆国の女優。生まれつきの赤い髪で、シットコム、パパは何でも知っているで、ロバート・ヤングの長女役で人気のあった、エリザベス・アンダーソン役で知られる。このドラマで知り合ったプロデューサーのハリー・アッカーマンと結婚し、彼が亡くなる1991年まで、婚姻関係は約30年続いた。二人の間には、ピーター、ジェームス、 クリストファーの三人の子供がいる。ワシントン州タコまで、トーマス・ウィリアム・ド・ナヒューとドリス・ジュヌ・ビエーブの娘として生まれる。母は舞台衣装を職業としていたが、娘のダンスレッスンの費用を稼ぐために、デパートのセールスのアルバイトもやっていた。5歳の頃から合唱舞踊の映画に出演し、後にフレッド・アステアのパートナーとなるバリー・チェイスもそのメンバーに含まれていた。 子供の頃からボードビルで活動し、10代の頃は、エリザベス・テイラー主演、ラブ・イズ・ベターザン・エバーなどいくつかの映画で、小さい役で出演していた。ロバート・ヤング、ジェーンワイアッと、ビリー・グレー、ローレン・チャピンと共演した、ファミリードラマ、パパは何でも知っているの長女ベティ役で、一役有名になる。以降数々のテレビ番組に出演。ABC の音楽番組、ジュクボックス・ジュリーで、 審査員を務めたこともある。パパは何でも知っている第1シーズン放送中、レイ・ボルガーのザ・レイ・ボルジャー賞に出演。1960年、犯罪ドラマザ・ブラザーズ・ブラナーガンのデュエットのエピソードにマリオン・ロスと共に出演。さらに ABC のザ・オット・クプルで、ミリアム・ウェルビー役、マリガン・エス・スティューで、ジェーン・マリガン役、デイズ・オブ・ア・ワ・ライブスで、看護師。 ケイトハニカット役を演じた。CBS のメイベリー110番で、薬剤師、エリー・ウォーカー役を演じいくつかのエピソードに出演し、オープニングで主演として、名前が出たこともある。この役は主演のアンディ・グリフィス演じるアンディ・テイラーと、恋仲になるのだが、3年間の契約のうち、第1シーズンが終わった時点で、彼女の方から交番を申し入れた。年、 ジャック・ギングとラルフ・ベラミー主演の NBC の医療ドラマザ・イレブンス・ワワーのエピソードザ・シークレット・イン・ザ・ストームにメラニー役で出演。ロサンゼルスの架空の百貨店を舞台にした CBS のシットコムメニー・ハッピー・リターンズの1964年から1965年のシーズンでジョン・マクギバー・演じるウォルター・バーンリーの娘・ジョアン・ランド・オール役で主演の一人となった。 1967年、スタートレック第2シーズンのエピソード、メタモルフォーシスにゲスト出演。グレン・コーベット演じるワープ技術の発明者、ゼフラム・コクレーンと共に働く連邦コミッショナー次官、ナンシー・ヘッドフォードを演じた。1968年から1970年、ザ・フライング・ヌーンで、サリー・フィールド演じる、シスター・バート・リルの姉ドクター・ジェニファー・エス・リントンを、 演じた。1978年 NBC のシットコム Please Standby に主演。1984年 Happy Days ーーの最終シーズンで10代の薬物中毒者の子を持つ母親ミセス、ブロデリック役で出演。1987年 FOX 放送の短命に終わったドラマザニューアドベンチャーズ・オブ・ビーンズ・バックスターで タイトルロールのビーンズ・バクスターの母親役で出演。1989年、ザ・ゴールデンがアールズ・デ・ハーブ・エデルマン演じる、主人公の3番目の妻・キャサリン役で1エピソードに出演。1948年、スリー・ダーリング・ドーターズの娘たちの一人で出演。1990年、映画、プリティ・ウーマンで、ビバリー・ヒルズの洋服店、ブリジットのマネージャー役で出演。 1990年から1992年、シットコム、ゲット、エライフで、クリス・エリオットを演じるクリス・ピーターソンの母親役で、出演し、CBS のドクター・クイーン、大西部のジョイ物語で、レベッカ・クイーン役で、レギュラー出演。1994年、フレンズのザ・ワン・ウェア、ナナディ d s トワイスのエピソードでリリアン・オバさん役で、出演。百九十八年、 150以上の彼女のレシピとハリウッドでの思い出を盛り込んだインザ・キッチン・ウィズ・エリノア・ドナヒューを発行2010年9月ザ・ヤング・アンド・ザ・レストレスでニッキー・ニューマンの古い友人の一人を演じたエリノア・ドナヒュー・バイオグラフィー f i l m r e f e r e n c e c o m 2 0 1 2年8月21日閲覧ジュークボックス・ジュリーリサーチビデオ インク、ミュージックフーチングライセンシングエージェンシー、ヴィン,ンテージテレビジョンフッテージアーカイブハット、アーカイブオブ。2012年7月7日閲覧。ドナヒュー、E、インザキッチンウィズエリノアドナヒュー、ISBN1 から888952から 92X。ありがとうございます。